2月3日真相なった両国国技館において去年夏場所20年間の土俵生活に別れを告げた高見山の引退東関襲名披露大相撲が盛大に行われました。高見山後援会会長笹川良一さん、40歳までファンの皆さん方の高見山として私の通りと申しておりましたから、わずか26日、40年になりません。体の故障もありまして、26日間をですね、皆さん方に不利口をいたしましたことを謹んで彼に代わってお詫びを申し上げます。高見山後援会笹川会長のハサミにより断髪式に移り、宮本一郎高砂部屋後援会長、マンスフィールド駐日アメリカ大使市川歌右衛門さん、そして高砂部屋の兄弟弟子の藤桜や朝潮が次々とハサミを入れ、最後に師匠の高砂親方が大銀杏を切り落とし、20年間の力士生活に別れを告げました。断髪式を終えた笹川会長は静江夫人と末席で幕内力士の取り組みを熱心に観戦されました。引き続きパーティーが行われ、挨拶に立った笹川会長は1000万円の寄付を約束するとともに、第二の人生に出発する高見山改め年寄東関を出席者の方々とともに祝いました。